知り合いのエイミさんからまた男に逃げられたと泣きの連絡が入り、愚痴を聞く役として居酒屋に召喚された。こっちが独り身であることを知っての呼び出しなのだが、淡い期待をするのは前回でもう諦めた。数年前には本人の口からもアラサーという言葉が消えたが、エイミさんは見た目はまだまだ美しい女性である。エイミさんは私が最初に勤めた会社の取引先の担当者であり、その頃からよく酒をおごってもらう仲だ。私が転職をしてからも、彼女が何か愚痴りたいことがあると、こうして私に連絡が来る。大抵は、会社の愚痴か今回のように恋愛が破局した時だ。駅前で待っていると、悪いね、遅くなった、とエイミさんが現れた。エイミさんは仕事帰りなのか、パリッとした格好にブランド物の洒落たバッグ、そして何か買ってきたのか、その格好に不釣り合いなやたらと大きめのコンビニのビニール袋をぶら下げている。もう飲まなきゃやってらんないと言いながら、私を連れてすぐ駅前の店に入る。エイミさん行きつけの店、いつもの座敷席に荷物を放り投げるようにして置き、とりあえず生中二つと言いつつどっかりと座り込む。あの野郎、体ばっかごついくせして頭からっきしで、私がいなきゃ何もできないくせに、と、この日も一杯目を飲む前から逃げられた男がいかにクズだったかを語り始め、酒が進むにつれ、その男がいかにいい男だったかを語りながら泣くといういつものパターンを決めていた。いい加減声のボルテージが痛くなってきたので、無理やりに話題を変えた。彼氏さんと心霊スポット行ったとか言ってたじゃないですか。前にもちょっとだけ行ったんですけど、今階段を集めてるんすよ。なんかそういう話なかったっすか。くっちゃくちゃに泣きつぶれていたエイミさんはそれを聞くと途端にケロッとして、あるある、中学の時の話だけど、と話し始めた。以下はエイミさんの話。エイミさんは小学校5年生の時から好きだった男子と中学でも同じクラスになれた。でも当時は告白とか全然無理で、授業中とか意識してふわふわしていると、書いた記憶もないのにノートや教科書にポエムが書かれている。明らかに自分の筆跡で、表現も非常にうまく、甘酸っぱい恋の心情が表現されている。書いた記憶のないものが書かれているという時点でかなり気持ちが悪いことなのだが、そのポエムのラストに毎回毎回、そして虫に食われてみんな死ぬ、という一文が脈絡もなく取ってつけたようについている。もちろん自分の筆跡で。当時から虫が嫌いだったため、それを見ると全身に鳥肌が立ち、毎度ノートごと捨てていたという。しかしそんな恋もその男子の転校によってあっけなく終わってしまった。それに伴って謎のポエムも自然と収まり、エイミさんとしてはどこかほっとした心持ちだったらしい。それから時が経ち、2年時の国語の授業でのこと、詩を作ってみるという内容の課題が出た。エイミさんは1年の時のことを思い出し、不快感を覚えたのだが、書いてみるとなんてことはなく、
あの頃の方がうまく書けてた気がするな、などと思いながら提出した。もちろん、最後に余計な言葉が書いていないかを何度も何度も確認して。次の日の朝、登校すると、クラスの廊下が騒然としていた。エイミさんより早く登校していた生徒たちが廊下に張り出されていた詩を見て変な表情をしている。エイミさんは、また私の詩に知らぬ間にあの言葉がついてしまったのかと思い、駆け寄って張り出されたものを見た。エイミさんの悪い想像は当たっていた。季節の移り変わりを書いた詩の後に、そして虫に食われてみんな死ぬと以前と同じく枠をはみ出す形で書き加えられていた。張り出された全員の詩の後に、筆跡もそれぞれ違く、本人が書いたようにしか見えず、一人の犯人のいたずらとはとても思えなかった。なんだこれ、私こんなの書いてない。などと顔を見合わせているところに、国語の先生が走ってきて、今回の提出物はちょっと問題があったので回収します。と慌てるように全員分の掲示物を剥がし持って行ってしまった。この日、クラス内では不思議なことに、これ以降この話題を出す生徒はいなかった。エイミさん自身も、これはもしかしたら私が原因なのではないかと考えてしまい、話題に出せなかった。次の日登校すると、あろうことか廊下に昨日と同じように詩が張り出されていた。しかも全員の、そして虫に食われてみんな死ぬの部分に、蛍光ピンクでバカみたいにでかく花丸がつけられてあった。愕然としたエイミさんだが、昨日と同じく誰も話題にすることはなかったため、空気を読み、同じく沈黙を貫いたという。結局楽器終わりまで貼ってあったんだよね。終業式の後、剥がしてそのまま捨てて帰ったんだと思う。今まで結構長い付き合いだったエイミさんからこんな話が出てきたことに驚きつつも、なんすかその話、すげえ気持ち悪いっすね、と返した。いやー、あの時捨てずに持って帰ってたら見せられたんだけどね。あんな大きな花丸、人生であの時だけだったし。やたらとテンションが上がってしまったエイミさんと対照的に、先ほどからどうにも背筋に嫌なものを感じる。そうそう、張り出されてた詩を見てなんか恍惚な表情になってる女子とかもいてさ。ガサリとエイミさんの荷物から音が聞こえた気がした。まあ虫に食われたら死んじゃうよね、しょうがないよね。エイミさんが一人でまくし立てる中、エイミさんの荷物がうごめいているように感じ、視線が離せなくなってしまった。あのクソも虫に食われて当然だっての、クソがクソが。エイミさんの持ってきたビニール袋から強烈な視線を感じ、嫌な汗がにじむ。お客様、どうかお静かにお願いします。あれだけ騒いでいたのだから当然ではあるが、店員が現れた。これで救われたと感じたのもつかの間。てめえも虫に食われて死ねや。
エイミさんが罵声とともに立ち上がり、カバンをひっつかみ靴も履かずに店を出てしまった。カバンがそこからなくなったためか、ビニール袋がガサガサ音を立てながらゴロリと転がった。いても立ってもいられず、とりあえず万札を店員に渡し、エイミさんを追うように店を出る。後ろから忘れ物がありますと声が聞こえたが、あんなものを持って帰れるわけがない。エイミさんを見失い、何度も電話をかけてみるものの、つながる気配はない。心配と不安と変な恐怖がないまぜになった心持ちのまま、やむなく家に向かう。とてもではないが、このままでは眠れる気がしないため、コンビニに寄り酒を買った。ビニール袋に入れてもらったが、どうにも先ほどのものを連想してしまい気味が悪い。早く忘れたいと思いつつも、興奮が抑えられないまま早足で帰路を進む。家の前に着き、全身が凍りついた。家のドアの前に見覚えのある大きめのコンビニ袋があった。3つ。ずしりと重そうで透けてはいないものの、中がじっとりと濡れ、入っているものにへばりついている様子が見て取れる。3つとも。ぞっとし、一瞬固まってしまったが、反射的に体が動き、気がついたら2つ隣の玄関ドアの前にそれらを置き、自宅の玄関に入り、ドアに鍵をかけていた。玄関ドアを背に息を整える。全身に嫌な汗がへばりつく。手には重いものを持った感触がまだまとわりついている。その時、背中でゴッと鈍く嫌な音がした。ゴッ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 。玄関ドアがわずかに振動する。靴も脱げずに固まってしまった。すぐそこにいる何かにドアを一枚隔てたここにいることを悟られたらダメな気がした。息を殺すと、嫌がおうでも耳が研ぎ澄まされる。玄関ドアに何かがぶつかるのに合わせ、シャリシャリとビニールの音も聞こえる。おい、のぶとい男の声が聞こえたのに合わせ駆け出していた。靴も脱がずベッドに閉じこもる。何かにぶつけたのか、脇腹とすねが痛む。玄関ドアへ何かがぶつかる音がまだ聞こえる。だが寝室のドアを閉めたら、今度はそのドアが叩かれる気がして動けなかった。あれはきっとそういうものだ。しかし、そういうものなのだ。どうせ朝になればなくなっているに違いない。大丈夫だ、大丈夫だ。朝になれば。玄関ドアの音は止まない。意を決し、息を殺し、そっとベッド脇に手を伸ばす。腕に下げていたコンビニ袋から缶を取り出し、震える手でプルタブを開ける。大丈夫だ。ありったけの眠剤を口に入れ、一気に流し込む。大丈夫だ。朝になれば。